こんにちは、みゆみゆのハンナリ京都 TV どす。いやー、今日ねめっちゃ肉食べたくって、肉食べれるとこないかなと探してたら、なんともうほんまに神がかり的にめっちゃいい感じの店見つけたんですよ。ほんまに飲み放題もあるし、今日はそちらのお店をご紹介したいと思いますので、みんなの衆ついてきなさい。いや、めっちゃほんまいい感じ。みゆみゆハンナリ京都 TV、 京都を中心に美味しいお店を紹介しています。食べて飲んですする、チャンネル登録よろしくお願いします。見てこれ、やる気の焼肉ホルモン、やる気いうのができてんねん。こんなん知らんかったわ。しかもレモホル600円やったけど、ここ500円やで。見てみや、これむっちゃいい感じやん。しかもこれほら、ホルモン盛り合わせ、こんなんでええねん。こんなん食べたかったよ。ホルモン盛り合わせうまそう。聞いてみよう。こんにちは、もう大丈夫ですか？すいません、ちょっとお聞きしたいんですけど、はい、自分食べてるとこって動画撮ってもいいです？はい、大丈夫です。あ、大丈夫です、はい、今やったら店内パッて撮ってもいい？あ、よかった、ありがとうございます。 OK、はい、出たよ、むっちゃ綺麗。いや、こんなんあったの知らんかったわ。この辺にしようかな。一人焼肉、しかも今オープンなので店内貸し切り、こんな感じです。ここから注文、これいろいろあるけど、これね一応紹介しときます。ありがとうございます。こんな感じ。これ携帯持ってない人とか困るんちゃう？一応口頭でもお伺いしてます。あ、なるほどね、そうやわね。そうやわな。今夜なので定食、夜なので定食ないですよ。何それ？なコースター？はい、何これ1枚もらえるの？持って帰れるの？持って帰っても大丈夫です。はい、選べるんだって。1枚だけランダムでお持ちしてるんですけど、うん、はい、動画撮られるんですか？ピンク、ピンクでかしこまります。ありがとうございます。かわいい。あ、やっぱり赤にしようかな。ピンク言うたのに赤にします。やっぱり赤好きなので、はい、赤です。ありがとうございます。じゃ始まるで、これで、名物、あ、こんなんもある。これ8パーやから、あんまりね一気するとえらいことになるので、程よく行きたいと思います。では皆さんお疲れ様でした。コンピース。うまい。ではホルモン注文したいと思います。腹減ったよ。注文しました。60分しかないので、肉が来るまで飲んでいこうと思います。うまっ。8パーやけど、他の人は多分なんかベルベルになるやつ、私は大丈夫だけど。豪華で、まあまあボリュームすごい。ご飯代言いました。見てこれ、やみつききゅうり280円、もっと美味しそう。で、食べれるきゅうり、うまい。この浅漬け感にそんなに辛くない、この一味が嬉しい。これ辛いと嫌も、焼けるまでの酒のあてになる。
ばい、ファイヤー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 でいただきたいと思います。お、ちょっと待って、寄せるわ、ちょっと一回カジやカジ、カジちょっと寄せる、ちょっと寄せる。避難させました。ではゆっくり食べたいと思います。もうね、あとは38分しかないから。めっちゃでかいねんこれ。旨辛コチュジャンでいこうか。旨辛コチュジャン、ホルモン入れとこ。ほら、これレモン塩、いただきます。だるき久しぶりやわ。うん、こんな肉厚の巨大コリコリ初めて食べた。さすがやる気さんやわ。やる気の肉めっちゃ美味しい。旨辛コチュジャン、韓国風味、ほんまにほんまに韓国風味。醤油だれ、ホルモンつけたけど生醤油だれ。うん、美味しい。こんなタレで初めて食べた。あー、めっちゃうまいわ。ほら、ここめっちゃ美味しいな。なんかあの入ってないと思うけど、オイスターソースの味がする。これはもう変わりなくレモン。うん、三番目、うん、旨辛コチュジャン、これとこの醤油だれ、これなんかね、やる気の味と思う。初めて食べた、美味しい。では早速、お腹も減ってるので定食はもうないので、ご飯ちゃんに乗せて食べたいと思います。いや、ホルモンミックスマジでうまい。ピリ辛からいこうかな。ミノちゃうか、これミノ。うまっ。うん、焼肉屋さんのご飯って本気で美味しい。これ私白ご飯頼んでるけど、マウンドご飯いうのもあるね。マウンドご飯やる気さんであんねん、あの海苔のついたやつ。肉食べたかったし、肉かもホルモン、体がねホルモン欲してて。皆さんご存知、スープの代わりにレモンチューハン。多い醤油。うん、うん、もうね、私的見解やで、私的見解はこの旨辛コチュジャンはこの白飯にめっちゃ合う。これで、この生醤油だれもめちゃくちゃこの白ご飯に合うけど、酒と合う。こうやって食べて醤油だれにつけて、こうつけて、うん、で、うん、酒が合う。うまっ。ご飯も酒も進むわ。塩加減最高や。塩加減っていうか漬け加減最高、浅漬け加減が最高。あと30分。こんなとこにやる気できたんやん。
しかも焼肉やる気じゃなくって焼肉ホルモンやる気、しかも卓上サワー飲み放題500円、これいいで。ここね、私窓際に座ってるけどめっちゃ景色いいで、これ見てこれ、はい、こんな感じでね、お池通りを見ながら食べて、飽きひん、4杯目。だってコンビニで買ったらレモンサワーとか130円とかしてももう4杯飲んだら元取れる感じやで。みんなやるんじゃない。そして今日のタレはこれを程よくかけまして、実はね、やる気ね、私の友達、私の知り合いの親戚さんやねん。やる気の社長や、ね、オーナーが見たらびっくりするかもしれへんけど、知ってるで。おいしそう。完食です。もう5杯目に突入しようとしてるわ。ホルモン、焼肉ホルモン、焼肉ホルモン、焼肉ホルモン、やる気さん、もうめっちゃ目立ってできてますので、あのサムネ通りもううわっていう感じで目立ちますので、ぜひ入ってみてください。ほんまに美味しいです。あとね、残すところ喋ってたので13分ぐらいになってますけど、13分、この病みつききゅうりとともにあと2杯ぐらい飲みたいと思います。では最後までご視聴ありがとうございました。ミューミューハンナレ京都 TV、 チャンネル登録、高評価、コメントぜひよろしくお願いいたします。最高、ちょっとちょい焼肉も最高やで、これ来てください。ではまた次回お会いいたしましょう。さよなら。